大魔神ナイトリッチ。まあ大魔王としてはね、攻撃技があった方がいいからね。ナイトリッチが補えそう。確かにドルモアとか来た、まあドルモアが来るか分かんないけど、このステージ、いや強いな。 SP はルビスの守りと高いドラム、強いいいのかそれで。でも僕ナイトリッチと組むとさ、このチャンネルは珍しいことにナイトリッチと組むとね、僕はデバフかかるんですね。僕とナイトリッチは相性が悪いんだよな。この前の生放送ぐらいだろ、相性良かったの。怖くない？なんかさ、パソコン開いてさ、配信やろうかなって時になんか変な画面開いたの、勝手に。押した覚えないんだけどね、みたいな。何かの、空き時間か。なるほどね。おー、幸先そい幸先がね、非常によろしいようで、いきます。変形 300mm キャノン砲デッドリーウェポン、はーい。ドグオッドグマグキオン、めっちゃ出る。めっちゃ出るやん。めっちゃ幸先いいんだけど。1400出た。すげえ。強い。強いぞ。強いぞ。めっちゃ強いじゃん。おーそうだよね。確実に防ぐことはできないから、ここで、一回ドラム使っちゃおうか。もう。ね、一発目から新魔王。さあ、ここを勝ってね、まず調子をつけ、デスタブラマグマグリを、かつて止まった過去を持つ。スーパーハイテンションです。こうなると、モシャスの期待値も上がりますね。ね。スーパーハイテンションだったことでね、マゴマゴやね、ね、モシャスの、あ、え、はっ、はっ、え、あ、なにこれ、え、え、え、どういうこと、嘘でしょ、ちょっと待って、マジで今の初めて見た。ちょっと待てよ、今の。いや、今の。今のひどくない？バシッと。ちょっとデスタムはどっか行ったぞ、今。初めて見た。初めて見た。マジかよ、お前ら。ちょっと30回びっくりしたな。はい。スーパーハイテンションから。素晴らしい。素晴らしい。いきます。いきます。フリーズ砲。へぇー、あっ、いや。パパス強すぎか？パパス強すぎたんじゃないの？パパスナーフしないとダメだな。パパスナーフします？ちょっと。ちょっとマネマネナイトリッチがちょっとあまりにも。なに、ちょっと待ってくれ。え、ランスしてない、ランスしてない。パイマスさんだってそれできんの？俺パイマスさんじゃないからできないって。俺パイマスさんじゃないよ。できないよ、こんなの。永久保存じゃない？ちょっとこれ切り抜き。ちょっと待って。これ切り抜きで動画上げようぜ。ちょっとこれさ、切り抜きで動画上げない？これありだと思うんですよ、僕、切り抜きで動画上げんの。ちょ、このアーカイブだけでもちょっとさ、切り抜き動画にしない？奇跡起きたよ。これちょっと切り抜こうよ。切り抜こう、切り抜こう。お好きにどうぞ。これ切り抜こうね。よし、ここでおっと言わせる展開を、皆さんに。僕の生放送見てくれると、あいつ見てくそ見てくそ見てくそ見てく、あ、え、今何が起こった？え、今俺何が起こったの？今何が起こった？
今何が起こった。今カツって言ったよね。今コントローラーがね、わかるこれ。今ね。今カツって言ったべさ、コントローラーどっかで。あのね、僕の指ではやってない、指じゃないんよ。障害物に当たった。つって、あのつばでなったらさ、おって言わせたらカツって。歴史残る大失態、さようならって。はい、カツ。いやでもこういうのがあるから人間って面白いんですよ。竜頭ダビとか。知りつぼみってやつなんだよね。